ちょっと柿の種みたいな形してるんですよ。はいはいはい、はい、皆さんこんにちは、のさはい札幌、森ちゃんでございます。サンタチーさんです。さあ本日はみんな大好きうんち特集でいきたいと思います。はい、はい、さあちょっと珍しいうんちだったり、そういえばこの子ってどんなうんちするんだろうってなかなかわからない動物たちって多いと思うんですよ。はい、はい、なので、そういった動物たちに焦点を当てまして、可愛い動物たちのうんち紹介させていただきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、それではですね、まず一つ目でございます。こちらです。じゃん。さあ何の動物のうんちでしょうか。ちょっと柿の種みたいな形してるんですよ。はいはいはい、はい、草食動物です。うん、はい、さあちょっと毛も混ざってるのでちょっと茶色い毛をしている子なんですが、この柿の種みたいな形をしたうんちをしてくれるのは、なんとカピバラと同じ天竺ネズミ科のマーラです。マーラのうんちなんですね。マーラのうんちなんです。カピバラちゃんは、結構柔らかい、やっぱりまあ水辺に生活して水もよく飲むのもあるかもしれないんですけど、結構柔らかめなんですよ。ぷるっとしたうんちをするんですけど、この子たちはこういった柿の種系をするんですよね。モルモットちゃんも同じ天竺ネズミなのでちょっと似てるかもしれないです。なんで、モルモットちゃん飼ってる方は若干なんかモルモットより大きいなって思ったかもしれないですね。はい、はい、こちらが実はマーラのうんちなんです。さあそれでは続きましてはこちらでございます。ちょっとウサギっぽいようなまるっとしたうんちを、まあ、ちょっと連なってたり連なってなかったりっていうようなうんちなんですけど、はい、さあこちらはですね、なんとあの怠け者のうんちなんですね。怠け者のうんちですね。そうなんです。で、怠け者はよく週に一度しかうんちをしないとも言われてますよね。排泄の時にだけ地面に降りるっていうのを聞きますもんね。そうなんです、そうなんですっていう話なんですけど、やっぱり野生下の子たちってあまり動いてはいけない動物じゃないですか。はい、天敵もいるので。なのですけど、うちには天敵がいないのでよく食べるんですよ、よく動いて、うん、はい、なのでお腹のこう循環もいいのか毎日のようにうんちをします、うん、はい、少なくとも2日に1回うんちをします。あ、そうなんです。結構怪獣さんなんです、実は。はい、ということでこちらがちょっと珍しいかもしれないですね。怠け者のうんちでした。はい、さあそれでは続きましてはこちらでございます。はい、これうんちなんです。全然うんちに見えない感じです。なんか変ですよね、色が。はい、え、色が変ですよね。はい、これよく見てください、毛です。あ、確かに毛が入ってます。で、これが、まあ、よくあるうんちですね。はい、結構硬くて軽い感じ、わかりますか。はい、はい、そうなんです。さあ皆さん、これは何のうんちでしょうか。ちょっと匂い、いや、さあ毛があるということは、はい、そうですね、肉食ですよね。そうですよね。はい、はい、それではこちらなんですけれども、お正解はヘビでございます。ヘビ、ヘビです。こちらはビルマニシキヘビのうんちでございます。おお、はい、ちょっと寄っていただいてよろしいですか。はい、このように毛がたくさん入ってます。これ実はネズミの毛なんです。食べたネズミの毛です。はい、で毛ごとあげるのが実はポイントで、この毛があるので人間で言ったら食物繊維の働き、うんちがつるんと出るですね。ワンクッションあってお肉を食べた方が消化にいいんです。はい、なかなか見ないうんちだと思います。ちなみにおしっこは固まった状態で出てきます。固まって出てくるんですね。そうなんです。よく言う軽石ってあるじゃないですか、はいはい、ああいう形状をしています。なのでやろうと思えばアスファルトにピーってやればかけます。お、書いてほしくないと思いますけど。はい、こちらヘビのうんちでございました。はい、それでは続きましてはこちらでございます。はい、さあこちらですね、割と臭いんですよ。はい、結構匂いがそう、結構匂いがするんですけど、こちらはですね、アリクイのうんちでございます。はい、やっぱりちょっとね、匂いの立つ動物とそんなに匂わないなっていう動物のうんち分かれるんですよね。はい、アリクイちゃんはちょっとやっぱり発酵したものを食べてたりとか生卵とかを食べてたりするのかちょっと分かんないですけど、ちょっと匂いきついです。はい、はい、アリクイちゃんです。ぜひ覚えてください。はい、さあそれでは最後でございます。こちらです。
あ、いい形してますね。はい、これは一体どの動物のうんちなんでしょうか。はい、まあ、結構毛が入ってて自分で毛づくろいするときに多分一緒に飲み込んだんでしょうね、はい、こちらはですねライオンのうんちでございます。はあ、ライオンのうんち、はい、そうなんです。色はその時の、まあ、体調というか多分ご飯の脂肪分によって色が変わるのかなと思うんですけれども、はい、黒い時もありますし、これでちょっと茶色っぽい時もあります。はい、で今まで紹介した中で一番臭いと思います。おお、はい、どうですか、臭くないですか。あ、分かってないですね。今はなんか風向きに寄せてちょっと匂いがきてないんですけど。はい、それではですね嗅いでください。はいはい、はい、はい、ということでですね、やっぱり田舎の動物は結構匂いがきついです。はいはい、ちょっとした刺激臭が混ざりますね、はい、そうですね、はい、蛇も独特なちょっと泥臭さがあったかと思う、沼臭い感じがあったかと思うんですけど、はい、もう完璧刺激臭でございます。はい、はい、もう嗅ぎたくないです。もう、うんちした瞬間に、あ、ライオンうんちしたなっていうのが分かっちゃいますね。そう、ライオンうんちです。さあ、それでは皆様いかがでしたでしょうか。可愛い動物たちのうんち、うんちまで愛せて動物園の飼育員やってる方多いと思いますのでね。はい、あるあるがあるかと思うんですけど、はい、大抵匂いを嗅いだらどの動物のうんちか分かることが多いです。動物園の飼育員さんはね、 あともう見ただけで、あ、誰々のうんちだねとかっていうのは全然ほとんど分かります。はい、飼育って近いのはやっぱり大型肉食獣、トラ、ライオンあたりはちょっと似てますね、やっぱり。はい、そうですね、はい、はい、こんな感じでございます。はい、ということでぜひ皆様のグッドボタンの多さとコメントの多さでよかったら第2弾もやろうかなと思ってますので、よろしければグッドボタン、そしてコメントお待ちしております。そして他にもですね、まあ、こういったうんち紹介だったり生態紹介だったり赤ちゃん紹介だったりいろいろと発信していきたいと思いますので、チャンネル登録お待ちしております。ただいま11万人以上の方にチャンネル登録してもらって動物のお友達になってもらってますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ぜひではまた見てくださいね。どうもありがとうございました。Yeah.